ささぐり歴史塾開講。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、べっぴちゃん、はい、前回までは弥生時代を見ていきましたけども、 ありがとうございます。弥生時代、今日は、古墳時代を見ていこうかなと。古墳時代、はい、はい、思いますけども、べっぴちゃん、古墳時代は聞いたことありますか？うん、いやいや、もちろん習ってますけど、はい、でもやっぱこう語ってくださいと言ったら、やっぱ鮮明には語れないですね。まあまあ、はい、それ僕も鮮明には語れないですよ、はい、その時代生きてたわけじゃないので、ね、あ、そうですか、先生も、はい、まあまあ、ちょっとじゃあね、この古墳時代について今日は見ていきたいと思います。はい、まずですね、この3世紀後半になりますと、倭国の近畿地方のあたりですね、今の日本で近畿地方のあたり、はい、はい、まあ、邪馬台国はね、その九州説があったりね、その畿内説みたいなのがあったりしましたけども、この、倭国の近畿地方のあたりに、今度は有力な氏族や、各地の豪族を支配下に置いた大和朝廷というものが生まれます。お、大和朝廷、はい、大和朝廷、はい、この大和朝廷というものが、はい、生まれて、まあ、この大和朝廷を中心にこの倭国という、まあ、この日本のことなんですけどもね、はい、動いていくんですけども、4世紀に入ったあたり、今度ですね、お隣朝鮮半島では一番上に高句麗、その下に百済、はい、その右ちょっとちっちゃいところに新羅、はい、で、その左下に萱という感じで、まあ、朝鮮半島がこう四分されてたんですね。はい、はい、でこの中の、百済と萱と仲良くしてた日本は、この百済に、加勢する形で新羅に兵を送ると、うん、はい、いうことをしてたんですけども、なるほど、今度これ新羅に、はい、兵を送って、これ新羅を乗っ取られちゃうと、今度高句麗側がちょっとまあ都合が悪いと、そっちが強大な力を持ち始めると、今度高句麗対この百済、新羅、萱のこのチームになってくるわけなんで、あ、なるほど、はい、高句麗としてはやっぱりこの新羅を乗っ取られるのは良くないということで、はい、今度高句麗が、これに対して5万の軍を派遣して倭国軍を追い払います。あ、ここ日本軍ってことですか？倭国、そうですね、倭国軍というのは日本軍のことですけども、はい、だから、ね、加勢してこう兵を出したんですけども、結局追い払われちゃうってことですね。いや、5万ってすごいですね。もう相当大軍じゃないですか？うん、そうですよ。なかなかやっぱそれだけこの新羅を乗っ取られるのは怖かったですね、高句麗としては。なるほど、はい、そこで大和朝廷はこの朝鮮半島での地位を中国に認めてもらって、有利になろうということで、はい、東進や宋に貢ぎ物を送ります。その様子も166ページに、はい、はい、こうやって、大和朝廷は朝鮮半島での地位を中国に認めてもらおうと、まず東進、その次は宋に貢ぎ物を送りましたって書いてますね。あ、書いてます、はい、すごいですね。でもそう考えたら、弥生時代はさ、うん、まだ国内で争ってたのに、うん、もうすぐもう海外でこう戦争すると言いますか。まあそうだね、やることが早いですね。進展が早いよね、この時期っていうのは、はい、もうすでにもう海の向こう側に目を向けていたという、うん、そういう時代なんですね。はで、そんな風に朝鮮半島で、戦乱が広がって、まあ、このままだと危険だからといって、今度は倭へ渡ってきた人々もいたんですね。逆にこっちから向こうに行くんじゃなくて、向こうからこっちに来る人もいたんです。この、渡ってきた人のことを、まあ、渡来人と言ったんですけども、うん、この渡来人から、倭国の人たちはいろいろといろんな知識とか技術を学ぶことになっていくんですね、ここから。その様子も167、168ページのあたりですね、はい、まあ、こうやって船で倭国に渡りなさいと言って、きっと丁重に迎えてくれるはずですと言ってこう送り出して、あ、で倭国に来たら、こうやってさまざまな知識を技術を持った渡来人は倭国の人々に歓迎されたと書いてますね。そしてこの時代を象徴するのが、やっぱ時代にも時代の名前にもなっているこの古墳なんですけども、ベプちゃん、ちなみに古墳というのは何、どういうものなのか分かりますか？まあ言ったらお墓みたいなことじゃないですか。そうですね、古墳というのはお墓のことですね。そうですね、まあ、当時の権力者の力の象徴だったんですね、この古墳というのが、はい、173ページですね、ここに書いてますね。こうやってもう何百人何千人の労力をかけて、もうでっかいお墓を作ってたんですね、うん、昔の人っていうのは、まあ、こんな大きなお墓が作れるだけの権力者がいたんだよということを示しているんですね、こうやって、はい、で大和朝廷の王は、まあ、大君と呼ばれるようになっていたんですけども、当時ここで、まあ、ベップちゃんが大好きなこの埴輪とかも登場してくるんですけども。あ、埴輪さんですね、はい、かわいいよな。この埴輪っていうのはこういう感じで、まあ、埴輪ってまずいろんな形があるんですね。
この人物埴輪っていうのがやっぱこう埴輪って聞いたら思い浮かべる形ですけども、そうですね、僕が持ってるのも人物埴輪ですね、これは。あ、そうですね、ベビちゃんがこの間買ってきたやつね、益子焼きのやつね、はい。まあ、これは、馬や人の形のものは葬式の様子を表していると、これなら亡くなった人もあの世で寂しくないだろうということですね。あ、なるほど、はい。でこの丸い筒みたいな円筒の方は埴輪は聖なる場所を区切るためということで、うん、はい。まあ、この一緒に埋めるものとして作られてたってことですね。あ、なるほど、はい。で、まあ、この馬とか武人が一緒にこう中に入ってる王様を大きみですね、大きみをこうあの世で運んでいく役割みたいな感じで古墳の中に一緒に埋めたっていう、まあ、こんな感じで。で続いて6世紀に入っていきます。6世紀、今度は、大和朝廷の力が強くなるにつれ政権内で、蘇我氏、大友氏、物部氏たちの勢力争いが起きて、さらには後継者問題も出てきます。189ページですね、はいはい。ここですね、大和朝廷はこの、大友氏、蘇我氏、物部氏という、まあ、いわゆる豪族と言われる人たちですね、はいはい、が、やっぱ力を持った三者がこうまた国内でまた対立しているという状態ですね、大和朝廷の中で。やっぱこうやって大きくなっていくと、うん、やっぱ派閥争いがどんどん大きくなっていくということですね。そういうことですね、はい。で、大きみの後継ぎ問題というのも起こるなど国内をまとめるだけでも精一杯であったということですね、はい。この6世紀に入って朝鮮半島、この大和朝廷が支配しているこのさっき言った茅ですね、茅という地域に、今度新羅が攻め込んでいくんですね。で、そこで大和朝廷はちょっとやばいと、これね、仲良くしてる茅が新羅に襲われてるぞという、これはちょっと、助けに行かないとということで、大和朝廷は、はい、つくしの国の宮津湖という、まあ、あの役職についてる岩井という人物に出兵を依頼するんですね、はい。カヤの方に行ってこいと。そうですね、はい。つくしの国の宮津湖というのはこれは福岡と佐賀の間のあたりですね、つくしというのは、はいはい、での国の宮津湖というのは、まあ、この、まあ、あの役職お役人さんということですね。だからやっぱ九州の方がやっぱ朝鮮半島に近いので、確かに、はい、そこから行ってもらった方が早いということで、うん、はい。頼むんですけども、なんと次のページですね、はい、この岩井という人物が、はい、反乱を起こすんですね。え、岩井さんが反乱を起こすんですか。そう、なんと新羅と手を組んでたんです。え、岩井さんが。そう、え、こっちは97ページなのかな。岩井様は大和朝廷に服従しない、新羅と手を組み新たな国を作るのだということで。はあ、じゃあ裏切ってたってことですか。そういうことですね。はあ、そうなんだ、はい。ということで、茅を助けに行けないね、なんだったらもう岩井が反乱してきて逆に乗っ取られようとしているという状態になっちゃって、はい、大和政権は当時強大な軍事力を持っていた物部の荒賀比という人物を派遣して、はい、この、岩井氏を治めようとするんですね、はあ。この201ページですね、はい、もうこのいでたちオーラがね、強そうじゃないですか。そう、強そう。もう一瞬にしてこの岩井をねぶっ潰してくれるんじゃないかというぐらいの、迫力もあるんですけども、なんと岩井の軍もそう簡単に負けずに戦いが1年以上も続いてしまうんですね、ここから。あ、長く続いたんですね。そうなんです。はで1年半にも及ぶ戦いの結果、なんとかこの物部氏が勝利を収める、ね。あ、そうですか、はい、勝つんですね、そうです、大和が、はい。でなんとか大和朝廷がなんとかこの岩井氏を滅ぼすことによって、この新羅に乗っ取られることもなく、はいはい、なんとか収めるんですけども、まあ、これを岩井の乱と。おお、岩井のだ、はい。そしてその後大和朝廷は、まあ、北海道、北東北、南九州、沖縄を除いた日本全土と、朝鮮半島の一部を治めていきます。うん、なるほど。